クラレンス・ハウザーは、アメリカ合衆国の陸上競技選手。投擲種目の選手として1924年、パリオリンピックと1928年、アムステルダムオリンピックに出場。パリ大会では砲丸投げ、円盤投げの2冠。アムステルダム大会の円盤投げでも金メダルを獲得し、オリンピックで3つの金メダルを獲得した選手である。ハウザーはカリフォルニア州の大学に通いながら陸上競技に取り組んでいた。1920年から22年の間、カリフォルニア州の陸上競技会で砲丸投げと円盤投げにおいて6つのタイトルを獲得。いずれも州の記録を更新し、史上最も優秀な成績を残した。この頃、彼はサークルの中で1回転半して円盤を投げるスタイルを確立する。この投法は後に多くの選手に取り入れられるようになった。1924年パリオリンピックでは、砲丸投げと円盤投げに出場。砲丸投げでは14メートル995の記録で、同じアメリカのグレンハート・ランフトらを抑え金メダルを獲得。円盤投げでも46メートル155を投げ、フィンランドのビル・ホニーティマーらを抑えて、金メダルを獲得し、投擲種目で2冠を達成した。彼以降、投擲2種目制覇を果たした。男子選手は現在までいない。1926年4月には、ハウザーは48メートル20の世界新記録を達成している。1928年アムステルダムオリンピックでは、アメリカ選手団の旗手の大役を務める。この大会では、円盤投げに出場し、47立方メートル2の記録で、フィンランドのアンテロ・キビラを抑え、2大会連続の金メダルを達成した。ハウザーは、その後、歯科医として活躍した。ありがとうございます。